1996年モナコグランプリ。1996年モナコグランプリは1996年会1世界選手権第6戦として1996年5月19日にモンテカルロ市街地コースで開催された。予選ではレーモンヒルが暫定トップタイムを記録しポールポジションが確実と思われた。しかしセッション終了間際にラストアタックに入った。 ミハイル・シューマッハが最終区間、セクター3でタイムを縮めて、ヒルを0.5秒上回り、ポールポジションの座を奪い取った。シューマッハは3マリの GP に続いて2戦連続のポール獲得。モナコ3連覇に向けて、好位置を得た。ジャン・アレジが3位、ゲルハルト・ベルガーが4位とベネトン勢がセカンドローに並んだ。ヒルのチームメートであるジャック・ビル・ヌーブは、 モンテカルロ攻略に手こずり、10番手と出遅れた。ホルティのアンドレア・モンテルミーニが、ウォームアップ走行中トンネル内でクラッシュし負傷。大役出走は、不可能となったため、ホルティは、ルカバドエルのみの出走となった。決勝当日の午前中に激しい雨が降り、レース開始時刻には、止んでいたものの路面はまだ濡れており、ヨスフェルスタッペン以外は、各車レインタイヤを履いて、 スタートに臨んだ。デビッド・クルサードはヘルメットのバイザーが曇ってしまうため、急遽シューマッハのスペアヘルメットを借りることになった。スタートでは2番グリッドのヒルがトップに立ち、すかさず後続を引き離し始める。ただ1台ドライタイヤでスタートするギャンブルに出たフェルスタッペンが1コーナーでスピン、クラッシュして早くもリタイヤ。 さらに2番手を走行していたシューマッハがトンネル手前のポルティエでスリップしてガードレールにクラッシュ前年度チャンピオンがあっけなくリタイアした他にもルーベンスバリチェロがラスカスでスピンジャンカルロフィジケラとペドロラミーが接触するなどオープニングラップで早くも5台がリタイアする波乱の幕開けとなったその後も荒れた展開は続き片山右京リカルドロセットが 相次いでクラッシュ。10周目には3番手を走行していたベルガーがギアボックストラブルでマシンを降りた。1位、ヒル、2位、アレジの後方ではペースの上がらないエディアーバインの後ろにマシンが呪術なぎになっていた。ハインツ・ハラルド・フレンツェーンがヘアピンで強引にインを狙うがアーバインに追突してノーズを壊し最後尾まで交代した。路面は完全に ドライコンディションとなり30周目前後に各社ピットインしてドライタイヤへ交換した。予選14番手だったオリビエ・パニスは燃料をたっぷり積んでスタートしピットストップでの最給位を短くしたことで7位から4位にポジションを上げた。パニスはファステストラップを連発しフレンツェンと同じくヘアピンでアーバインのインを狙い3番手進出に成功する。 アーバインはバリアにぶつかった上に、シートベルトを緩めてしまったため、ピット作業で大幅にタイムロスした。ヒルは、快調なペースで飛ばし、2番手のアレジに20秒以上の大差をつけて独走していた。しかし、41周目に全開でトンネルを走行中、突然、ルノーエンジンが、ブローアップ、父、グラハムに続く親子2代モナコ制覇の後期はあっけなく、逃げていった。 昼のリタイヤによってトップに立ったアレジは2位のパニスに30秒の大差をつけていたが60周目に突如ピットイン。再びコースに戻るも次の週にまたピットインしてマシンを降りた。原因はベルガーと同じくサスペンションのトラブルであった。これでパニスがトップに立ちコース上には再び雨が降り始めた。その後も波乱の展開は続き、 67周目には5位。走行中のビルヌーブが6周遅れのルカ・バドエルとミラボーで接触してストップ。バドエルもリアサスペンションが折れており、トンネルに入る直前でストップした。これでコース上に残っているのは1位、パニス、2位、クルサード、3位、ジョニー・ハーバート、4位、フレンツェン、5位、ミカサロ、6位、ミカ・ハッキネン、7位、アーバイン。 一周遅れという7台のみになった。パニスの1秒後方には、シューマッハのヘルメットをかぶるクルザードが迫ってきたが、パニスは落ち着いた走りで隙を与えなかった。モナコ GP の規定周回数は78周だが、ウェット路面での走行と相次ぐアクシデントによりレース展開が遅くなり、2時間ルールが適用される運びとなった。71周目にアーバインが、 くしくもチームメイトであるシューマッハがクラッシュした場所と全く同じポルティエでスピン。体勢を立て直そうとスピンターンしたところにセロとハッキネンが玉突き事故を起こす形となり、3台がここで止まった。さらに4位のフレンチェーンも残り2周でピットに戻ってマシンを降りた。結局、レースは2時間ルールが適用された75周で終了、正式に。 チェッカーフラッグを受けたのはわずか3台だった。優勝はパニス、2位にクルサード、3位にハーバートとなり、ピットでマシンを降りたフレンチェーンが4位、規定周回数の90%を走破していたサロ、8期年、アーバインが、それぞれ5、6、7位。乾燥扱いを含めてもわずかに7台という近年までに見る大波乱のレース結果となった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。